雪景色、ツリーを赤や緑で編み込んだ悪趣味なセーターアグリークリスマスセーターとはセーターの一種もしくはジョークグッズでクリスマスに特有の柄を過剰なまでに編み込んだ悪趣味さを逆に楽しもうとするものである。悪趣味であればあるほどよくウォールストリートジャーナルは2010年に今最もホットなファッションと評している。他にアグリーセーター、ダサイセーター、 ダセーターなどとも呼ばれる。手編みのプレゼントは欧米人にとって子供時代の恐怖体験の一つである。クリスマスシーズンには趣味ながらが蔓延する。欧米では大抵の人間がおばあちゃんからのクリスマスプレゼントとして着るのが恥ずかしい悪趣味な手編みのセーターをもらった経験がある。それは大抵雪だるまやトナカイ、クリスマスリースやクリスマスツリーを でかでかと、または大量に編み込んであり、クリスマスらしい赤や緑の派手な色をしていて、欧米人にとって、子供時代の嫌な思い出の一つになっている。こうした、アグリークリスマスセーターは少なくとも19世紀から存在した。アグリークリスマスセーターは1990年代から2000年代にかけて、ジョークギフトとして、クリスマスの人気アイテムの一つになった。 ニューヨークタイムズやインデペンデントによれば、1980年代のイギリス BBC の子供向けチャンネルで人気パペットゴードン・ザ・ゴーファーのクリスマス特番で歌手のアンディ・ウィリアムスがアグリー・クリスマスセーターを着用して登場したのが人気に火がついたきっかけである。また、タイムやオンライン辞書のアーバン・ディクショナリーではコメディアンのビル・コスビーが コメディ番組のコスビーショーで1980年代から着ていた派手なセーターがトレンドのルーツだとしている。アグリークリスマスセーターは2001年の人気映画ブリジット・ジョーンズの日記の中でコリンファースがお母さんにもらったトナカイ柄のセーターを着るエピソードで再び注目を集めた。2010年代にかけてその悪趣味さがかえってダザ可愛いいものとして 人気となってゆき、セリブたちも愛好するようになった。通販大手の Amazon では、アグリークリスマスセーターの売り上げが1年で6倍に伸び、Google では、アグリークリスマスセーターの検索が3割増えた。在中海兵隊らによる、アグリーセーターコンテストイギリスでは、セーブザ・チルドレンの一環として、クリスマスジャンパーデーというチャリティー運動が起こった。 これは特定の日にアグリークリスマスセーターを一斉に着て子供のために皆が最低1ポンドを寄付するというものである。一方アメリカでは2011年に12月12日をアグリークリスマスセーターの日と定め多くのファッションブランドがアグリークリスマスセーターを売り出している。アグリークリスマスセーターは悪趣味であればあるほど高価で 参加者が全員アグリークリスマスセーターを着て集まるパーティーやコンテストが全米で開かれる。2011年に出版されたアグリークリスマスセーターブックではこうしたパーティーは2001年頃から行われていたとされる。これに対しカナダでは2002年にバンクーバーで開催されたアグリークリスマスセーターパーティーが期限だと抗議している。 10月末のハロウィーンの仮装はもっぱら子供のためのものだが、12月のアグリークリスマスセーターは大人向きのイベントである。ブルーミングデールズのような高級デパートから、H、H&M のような低価格ショップまでが、アグリークリスマスセーターを取り揃え、アバクロン・ビー・フィッチや、ラルフ・ローレン、ヴィンテージものも登場し、スラッシュメタルバンドのスレイヤーでさえ、アグリークリスマスセーターを売り出している。 ウォールストリートジャーナルは、アグリークリスマスセーターが服飾業界のリテール部門に大きなビジネスチャンスを創出しているとしている。ゴーファーはネズミの一種で掘りネズミのこと。ゴードンザゴーファーはネズミのゴードンというような意味。ありがとうございます。